パラノマサイトファイル23本書七不思議。こんなに小さいのにまがまがしいほどの重圧を感じる。これは言った。え、受相玉置いてけぼり。いや、これちゃん置いてけぼりって書いてんで。うー、ほら言ったよ。だって置いてけぼりって書いてたんだうーちゃうわ。なんだ、助けて、置いて、え、苦しい、死んじゃえ、え、めっちゃ言う。これがまさか置いてけぼりな。うう、深く悲しい恨みの記憶が頭に入り込んでくる。恨みの記憶、私を置き去りにするやつ、死んじゃえ、殺せ、殺せ、置き去りにするやつをみんな殺せ。え、何、受相玉置いてけぼりの呪いの力で自身の前から立ち去ろうとする者を呪い殺せるよ。どういうことだどういうこと、もう一回読んでいい。受相玉置いてけぼりの呪いの力で自身の前から立ち去ろうとする者を呪い殺せるようになりました。うん、とんでもない技覚えんなよお前。ポケモンよりひどい技覚えてるやん。対象が立ち去るタイミングで呪詛行使ボタンを、何呪詛行使って、うわーとす黒い粘液のような重苦しい殺意が俺の魂に侵食してくる。どういうこと。さあ殺せ、聞こえるか、かしり主。あ、置いてけぼりを手に入れてしまったことによってこいつが殺したいやつを僕が殺さなきゃいけなくなっちゃったの。主になっちゃったの。蘇りの手術を求めし借り主、かしり主、呪い殺す。蘇りの手術を得たくば、この呪いの力によって人々をほふり、魂で残滓を集め、幾たりなり再婚を呪詛玉に捧げることで、それを贄に冠婚がなされ、蘇りの秘術を発言しよう。またぬーって感じだけどないや、これだけ置かれたら、いや、なんかね、あの読み仮名振ってくれててありがたいなっていう正直思ってたんですよ。これでここまでこれ出されたらぬーなのよカタカナのぬーに見えちゃうよね。他の七不思議のかしり主、一人呪い殺さば数十人に相当する再婚を得られよう。さあ呪い殺せ。でもなんかずっと不穏な音がかかってるけど、なんかねずっとね説明してくれてるんよ。でも一個も追いついてない。かしり主っていうのがこれか、いわゆる霊魂と違い、それ自体は意識を持ったただの魂の残骸、いわゆる再婚によって呪いが具現化されたものである。呪霊を持つ呪いに取り憑かれたものをかしり主と呼ぶ。そっか、さっきの手に入れたこの呪詛玉っていうやつがかしり呪詛よね。これを持っとることによって僕がこいつの持っとる呪いの力を使えるようになったんだ。取り憑かれてしまったんだ。難しい。いや、後でゆっくり一人で読もうみんなには見せてあげない。だ、今のは呪いの記憶が流れ込んできたのか。このおかげでこの一瞬で理解した。いや、理解してないよ。どうやら俺はさっきの術玉とやらを手にしたことで本所七不思議の一つ置いてけぼりに呪われたらしい。ということよね。自分の力がここの置いてけぼりの力になったってわけよね。そして声が聞こえた。蘇りの秘術を得たければこの呪詛玉の持つ呪いの力で多くの人の魂を集めろと。秘術がこんなところにあったのはいいが、人を呪い殺す力を与えるからどんどん殺せだと。結局その蘇りの秘術が欲しい陽子ちゃんを生き返らせたいのであれば、もっと人を殺せってこと。そう、自分の命くらいならいくらでも差し出すつもりでいたが、命を奪わないといけない。しかも何人も、下手したら何十人も。
兵が置いてけぼりの呪い、自身の前から立ち去ろうとする人の魂を置いていかせる呪い。でもこれで呪いで魂を奪いさえすれば、陽子さんは蘇らせることができるってことなのか。どうなんだろう。その自分の好きな人を生き返らせたいから他の何人かを犠牲にするってことよね。なんかね、わからんでもないっていうのが正直な感想、率直な意見ね。ダメなことはわかってるんだけど、いや、なんだろう、この立場になったら、いや、本当ね、モラルとかその道徳心としてはアウトな発言かもしれないんですけど、分かってしまうかもな。そして他の七不思議に呪われた人物の魂であれば、より多く溜まる。そんな、他にもこの力を持ってるやつが出てくるってわけよね。そんなことでいいのか。そんなことって言うな、大きい家正吾。私より道徳心がねえな。でもそんだけ多分大きい勝負はね、陽子ちゃんに夢中だったってことだもん。ああ、そうか。さてはあれだな。実は全て彼女なりの立ちの悪い冗談で、今にも目を開けて笑いながら起き上がってくるんだな。まあ、だとしたらだいぶやばい女よ。これで、はい、冗談でしたは悪い女よ、陽子。好きになるのやめた方がいいよ。サプライズがエグすぎる。陽子さん、もういいよ。いや、完全に騙された。参った、やられた、辛いな。なんかそれとも、あ、そっか、やっぱり君は地味猛烈の類で、こんな程度で死ぬようなことは。そうだったらどれほど良かったか。もう早く救急車来てくんない。呼んだんでしょ。やはりもう戻れない。前に進むしかない。一回ね、大きい家正吾の現実逃避があったけど、一回考える。人玉に置いてけぼりの呪い。正直まだ理解が追いついてない。しかしこの人玉、陽子さんが持っていたものだろうか。だとしたら彼女が先に置いてけぼりの呪いを受けていった。え、いや、まずそれ、まあ一応ね、過程としてね、一旦過程としてこの置いてけぼりの呪いを陽子ちゃんが受けていたとしよう。だとしたら陽子ちゃんは多分お前を殺す気だったぜ、大きい家正吾。蘇りの秘術を得る方法を知っていたってこと。そうでしょう。今もまさにそうじゃん。誰かを殺せばその蘇りの秘術が手に入るっていう話を今大きい家正吾は聞いたでしょ。ってことは、陽子ちゃんも、その呪いをかけられていた側であれば、そうだよね、大きい家正吾を殺そうとしたし、で、なおかつ、これで陽子ちゃんが後ろを見てびっくりしてたってことは、同じ誰か呪いを持ってる、置いてけぼりじゃない他の七不思議の呪いを持ってる奴がいたんじゃねえの。で、そいつにやられたんじゃねえのっていうのが今んとこの、予想。通報済みだ、時期に救急車来るだろう。え、なんかそんな感じがするんだけど、後ろに誰かいたって言ったもんね。で、あ、ほら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 。ね、言ったじゃん。いや、多分だけど、数多くのその辺の人を殺すよりかは、同じ呪いを持ってる者同士が殺し合った方が手っ取り早いってことでしょ。せいせい。え、どうしようか。見るか。あれ、なんか通り過ぎていったよ。え、なんか通り過ぎていかなかった。よく見るとそこに誰か人がいる。え、どうする？黙っとこうか。一応ね、知らない人だしね。俺が気づいたことは分かってるはず。こっちの出方を伺っているのか。陰キャと陰キャの戦いですね。一周してみよっかな。あの陰キャがど、これ何？え、これ何？これさっきなんか、スライドしていってたやつよね。ん？あれは何だ？何かが浮いてるような。え、見とけって。ん？全然気にしねえじゃん。考えてみる。人
人だも役者知ってる、理解が追いついてないんでしょ。で、陽子ちゃんも今も調べたから何もできないし、なんだか人の気配を感じる、誰かに見られて、おっさんだよ、どこだ おっさんね。おっさんまだちょっと、動こうとしてないもんだ。え、もうこっちから声かけてしまう、なんか向こうもなんかムジムジしてるし。まあ、大きいでしょ、大丈夫だって、お前かっこいいから。かっこいいから、チェスぐらいで行ったら多分向こうも、あーってなるから、いけいけ。一応、お互いね、目は合ってるもんね、今。おい、そこにいるのは誰だ？誰だ、お前。ちょっと近づいてきたわ。え、なんか、え、スーツか？いや、驚きました。え、何？その女性を呪い殺してしまったのですか？え、お前じゃね？呪い殺したの。な。大きいえ、翔吾くん。なんで知ってんの？え？え、なんで知ってんの、こいつ。考えよう。この男何者だ？年齢は30代から40代くらいか。折り目正しくスーツを着ているが、肩身の人間ではないのかもしれない。え、どういうこと？え、ヤクザ、こいつ。そもそもこいつはここで何をしていた？俺たちのことをずっと見てたのか。それに呪いについても知ってそうな感じだった。いや、そうだよね。もしこの男も本庄七不思議の呪いを受けた走り主であれば、俺の命を狙って呪詛をかけてくる可能性がある。注意しないと。逆に言えば、走り主を呪い殺せば、大量の魂が得られるらしいが。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ一回セーブして。なんかさ、あったよね。その呪い殺すには何かを押せって言ってたよね。なんだっけ、ちょっと、コントローラーの、呪詛講師。あ、さっきやった L ボタンが呪詛講師だ。一応セーブしたし、一旦ね、先手必勝ってことで、呪詛講師してみていい？あ、何も起こりません。今、大きい衣装がね、今ちょっとちっちゃくね、ふんって言ったけど何もできなかったね。恥ずかしいね。誰だ、お前。背の高い、真面目そうな男だ。見覚えはない。これを知ってるようだが、会ったことある人物なのだろうか。なす。やっぱりあんたには見覚えはない。なぜ俺を知ってる？どこかで会ったか。なるほど。私の認知度もその程度でしたか。嘆かわしいことです。え、有名人？では名前だけお伝えしましょう。私は弓岡匠と言います。弓岡匠。わかんなくても大きい証拠。あーんって言っとき。多分知り合いっぽい。思い出しました。聞き覚えがあるような、ないような。大きい。バカ。そうですか。名前すらも知られていないと残念です。残念ですが、好都合とも言えます。その男、弓岡匠。誰こいつ。え、全然わかんないんだけど。情報ね。え、なんで、え、なんか知ってて当然みたいな体で来んのこいつ。では続いて私からあなたにお尋ねします。あなたの持っている手相玉、おとなしく渡してもらえませんか。セーブだ。渡してもらえませんかとかじゃなくて、一回セーブだよ。え、なんで？いや、まず理由だよね。なんで欲しいの？これが。なぜ呪詛玉を知ってる？見させていただいてましたから。今見ていただけで呪詛玉のことがわかるわけないだろ。当事者の俺だってまだ信じられないんだ。あんた知ってるんだな。本庄七不思議の呪いのこと。ええ、もちろん。その呪詛玉は、条件さえ満たせば、証拠を残さずに、人を呪いで殺すことができる危険な道具ですから。条件を満たせば。そうは考えてなかった。もし悪意のある人間に渡ったら大変なことになる。その前に、おとなしくこちらに渡していただきたい。え、本当？使うんちゃうお前。
もっともあなたはすでに一人殺してしまったようです。違います。お前じゃねえの。違う、俺は何もしてない。今ならそちらの女性の剣は目をつむります。磯玉をこちらに渡してください。ダメだ、断る。それを言ったらあんただって悪用しないとも限らない。いや、そうだよな。そうですか。手荒な真似はしたくありませんでしたが。え、なるほど。弓を固く。この男は他の術玉を絶対持ってる。こいつ持ってるけど、持ってると思うけど持ってないにしてみよう。一回セーブしたからバカな大きい証拠を見てみよう。持ってない、こいつは持ってない。僕の方が強いぞ。持っていないと思っていて大丈夫そう。出なければ俺の術玉もここまで必要に要求してこないはず。本当か。持ってない、だから欲しいのだ、この便利で危険な道具。しかし手荒な真似と言っていた。つまり好きやらば暴力で奪い取る気だろう。やられる前に話を引き延ばし、先にこちらの条件を満たせば。あいつを俺の前から立ち去らせるにはどうする。そっか、置いてけぼりにさせればいいんだ。自分の目の前からどっかに行かせればその条件が揃うんだ。大きい勝負。しかしできれば他の貸り主の情報も欲しい。え、持ってないで正解だったの。どっか行ってよ。俺の術玉の条件を満たすにはこいつが俺を置いてここから立ち去ってくれないといけない。一つ自分の要件を済ますこと、二つ他に重要ができること。こいつの要件は俺の術玉を手に入れることだ。だから一つ目はできない。二つ目は給与の発生は期待するしかない。そんなものは当てにできない。ならば三つ目、ここにいられない状態になる。一時的なものでいい。撤退を余儀なくさせるなら何があればいいだろう。一回服脱がしてあっちの道の方にポンって投げてみたらどう。脱がす。弓岡匠と名乗る男、こうしている間も一瞬たりとも俺から目を離すと警戒を行って怠っていない。一体何者なんだ。思い出せれば有利に運べる。思い出す。え、知ってんのこいつのことは。もともと弓岡匠、くそ、何者だ。そもそも最近の俺の人間関係なんて仕事関係くらいしかないはずだもん。え、なんかヒントがあるってこと。なんか知らない、陽子ちゃん。陽子ちゃん何も知らなそうです。変とか、なんかヒントがあれば。これか、なんだ、近づいてきてる。これ何、くそ、これも七不思議か。あの形は鬼火のようだが、そんな七不思議あったっけか。あったっけ、火の用心みたいなのあったよね、確か。あ、まず話すか。まずこいつの興味ありそうな話題で会話を引き伸ばす。それには弓岡のこと。弓岡さん、まずはあんたの身元を明かしてもらいたい。それで信頼に足る人物だと証明できるなら出馬を渡すよ。本当だよ、本当。確かにそうですね。実は私は霊術師画明堂水源先生の付き人をやっております。二度と読めません。霊術師画明堂系名前。最近は雑誌にも連載をしているのでもちろん知っているでしょう。先日そちらの彼女が先生のところに相談に来たことがありましてね。あなたのこともそこで彼女から聞いておりました。え、なんて言ってた、え、なんて言ってたっけ。そこ聞かせてよ。画面をどうとかどっちでもいいわ。てっきり私どものことも彼女から聞いているものだと思っていました。それはいつの話だ。つい 2,3 日前のことです。なるほど。そうだろ、そうなる。こちらが忘れているのをいいことに適当な話で煙に巻くつもりか。そもそも彼女と知り合って1ヶ月程度なのに霊術師の先生とやらに相談に行ったとも思えないわ。陽子さんの場合本当に言ってたとしてもおかしくないので嘘の根拠にはならないか。別に嘘かなと思わなかったけど、私のことをお分かりいただけたなら約束通り術玉を渡し、まだまだ全然まだ話足りないし、まだ話足りないよ。むしろ陽子さんをあんな目に遭わせたのはあんたの呪いじゃないのか。いや、私もそう思ってる。お前じゃね。この質問で私が術玉を持っているかどうか探ろうというのですか。はい。いや、でも持ってるやつしかこの質問しなくね。
ご自身でどう捉えていようと。おきえくん、あれはあなたの呪いですよ。え？ありえない。俺が術玉を手に入れたのは陽子さんが死んでからだ。私全然陽子じゃなくて置いてってないもん。ほう、揺さぶりは無駄だ。やっぱりあんたの仕業なんだな。残念ながら違います。信じるかどうかはお任せしますが。じゃあ信じへん。そもそも本日0時頃、なぜか一斉に本庄七不思議の呪いが発言しました。ほう、七不思議の呪いはまだいくつもある。呪いの力を持つ貸入主が何人もいます。私だと断言するのはまだまだ時期尚早ではないですか。嵐が時期尚早ですね。そっか、今日の0時に何人かが貸入主が生まれているってことか。確証も何もなければこの話をしていても拉致が開かないか。ずっと拉致開かねえじゃん。キリエ正午めっちゃ聞くやん。もう一回陽子ちゃんのこと聞く。彼女の死が俺の呪いによるものだと断言したのは何か根拠があるのか。それはですね、おや、ん、いえ、あなたの連れの女性今少し動いていたようですが。え、本当か、本当か、嘘かどうかだけ教えて。なんだって。いや、え、ほんまか、弓よか。いや、こいつ後ろ向いた途端にバーンってする可能性もあるから。セーブセーブセーブ、全部埋まっちゃったよ。上書きしていくか。え、セーブしたし、一回ちょっと陽子ちゃんの様子だけ見させて。陽子さん、いや、特に変わってるようには見えな。くそ、やっぱりか、くそ、こいつ、おさめ、しまった。くそ、こんな、おきいでしょうが死亡。だって、なんじゃ、おじいさん、おじい。なんとどうやら味村様の望まない結果に進んでしまったようですね。はい。いや、でもね、ごめんじいさん、でも正直だろうなって思ってました。まあ、おきい正午死ぬだろうなって思ってました。これは私の勝手な推測ですけど、あの男との会話中に隙を見せてはいけないようですね。ご安心ください。あなたが振り返る直前からいくらでもやり直すことができますか。いや、分かってますって。そのためにセーブしたんじゃないですか。見てたでしょ。